とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモッド入れております。何のモッドかは、もう見てればわかりますよね。悟空になっちゃうモッドですね。ベジータもちなみにおりました。悟空っていうよりも、ご飯だね。髪の毛の感じが。ご飯になっちゃってる感じになっております。まあ、今日は、このキャラクターを使ってデイリークエスト行ってみましょう。ドラゴンボールっぽく闘志の締め具で進んでいきます。それでは行きましょう。今回がデイリーにですね、ペットの数が3に固定でダメージが 50% 増加、厳しいな。で、輝きのエンチャントを持ってるってやつです。本当は装備をね、ウィザーアーマーで行きたいんだけども、これしちゃうと全く悟空感がなくなるのよ。もうウィザーアーマーになっちゃうんで、まあ、かろうじて悟空感が出る、この輝きをつけていきます。輝くローブね。厳しいかな。50% アップするってやつなんで。あ、まあ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 。あれね。はい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 。あぶね。あぶね。どこいる？回転もついてるんで、ちょっとはマシなんだよね。ちょっとはマシだけども、それでもやっぱ、ちょっと厳しい戦いにはなるとは思いますけども、どうだ？オッケーオッケー。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？結構帯電で倒していけるし、回復はあんまりしないか。回復はそんなにしないっぽいですね。これ厳しいかな。リフレッシュが全く効かないんで、リフレッシュはついてないんだよね。なので、ちょっとポーションバリアを連発できないっていうのが痛いところですね。キャプテンは、いるかな。この中か。もう行く気はないね。中には多分いるとは思うんだけども、なかなか厳しそう。この中に入ると。よし。まあまあ行ってみましょうか。多分キャプテンが2体ぐらいはいるかもしれませんね。頑張ろう。霊気とか来るときついって。あ、まあまあ、うまいこと帯電をね、使って処理していきましょう。はい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 。やっぱ 50% アップしてるんで、攻撃一発一発がとにかく痛い。痛すぎるよ。回転ついてると多分死にそうだな。死にはしないか。死にはしないけど、とんでもないダメージを食らう。あっぶね。回転に落ち、で、しかも、それまでついてんのか。危ない。キャプテン発見。いけるかな。いけ！よっしゃ！いけるもんだね。はいはい、何？何が出た？再生を持ってる。マジか。カッチカチになったな。ちょっと装備変えました。無理。無理。ちょっとボスで、元に戻そう。じゃないと、マジで、ダメ。死ぬ。速攻死ぬ。やっぱりこの怒りってすごいんだな。怒りもすごいし、ウィザーアーマーか。もう、すごいんだな。全然無理だった。すぐピンチになるし、輝きの回復量じゃ、とてもじゃないけどやってられなかった。いや、ここまでね、ダメとは思わなかったね。もうちょっといけるもんと思ったんだけどね。いやいや、全く、戦えなかったな。よっしゃ。オッケーオッケーオッケー。あと、どこだ？で、これジオマンサーがね、結構今回多いんだよね。し、再生がついてるんで、硬いのよ。とにかく硬い。よっしゃ。どう？エンダーマンもう終わりでしょ？
どこだ。あ、危ない危ない危ない。変更がついてる。今回タワーはね、あんまりやってないんですけども、やっぱりね、タワーでいい装備は、今シーズンも一つぐらい欲しいところだな。なんか出てきてくれれば嬉しいんですけどね。まだ一つか。うん、ブロードソードはそこそこいいのが出たんですけども、他が出てないからな。他も欲しいところです。ボス間近です。で、キャプテンはいませんでした。もう輝きを持ってるっていうやつだけだね、今回の変更点が。うん、どうもいなかったので、これでいきます。道中はきつかったけども、まあ、ボスは大丈夫よ。ボスはこれで全然いけるはず。うん、ボス戦はもう任せて。お、ちょっと待って、なんか変に。変な感じになった。うん。やっぱ、ボスはいけるけど、道中、やっぱりね、この攻撃範囲じゃ辛いんだよね。このね、1対1とかだったら、衝撃波で足止めしながら何とでもなるんだけど、このね、多数が来た時がね、対応しきれないのよね。やっぱ、使いどころ難しいね。いけるところはいけるけども、ちょっと厳しいところも、あるっていう感じですね。うわ、これ無理。やけどが来たら無理。いや、減らせないんかい。マジか。はい。ということで、今日はちょっと矢がぶっ刺さってるけど、悟空になれるモッドですね。こんな感じです。悟空っていうよりも、ご飯だな。はい。で、締め具も使ってみましたけども、久しぶりだったね。怠慢としては強いけど、大人数で来られたら、もうとても対応できないですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。